はい、皆さんこんにちは、フリーサルトボラーのトミーです。はい、ということで、今回はですね、テックボールというものをちょっと体験しに行きたいなと思ってます。え、テックボールが何かって？それは見てのお楽しみだよ。あ、テックボールを知ってる人はちょっと黙っててください。それではテックボールを体験しに行きましょう。レッツゴー！レッツゴー！今日はこの J ソサエティフットボールパーク調布にやってきました。行きましょう。はい、今日はこちら。はい、もうやってますね。こんにちは。あ、こんにちは。おー、トビー。こんにちは。おー、びっくりした、びっくりした。お願いします。カメラ持ってる、カメラ持ってる。動画撮ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。もう撮っちゃってるけど。もう撮ってる。あー、ありがとう、ありがとう。初めまして、トミーと申します。フリースタイルフットボールで、はい、そう、すごい今活躍してて。いい、全然、全然。お願いします。お願いします。で、それでちょっと調布でやってるのを本当にこの間ツイッターでたまたま見て、あ、これなら調布ならいけるわと思って。本当？はい。すぐ来ちゃった。はい、すぐ来ました。行動力ある。やりたいことすぐやっちゃうんで、僕。本当ね、体験してほしい。楽しい。いい、ありがとうございます。初めてです、初めて。そう、初めてなんですよ。はい、だから初めてだからちょっとやってみたいなと思って。そう。ハマります。京都で、はい、京都リーグ、あれ、関西リーグでしたっけ？そうですよね。はい。あの、2位。6人中です、6人中。あ、そうなんですか。いや、でもまあね、出ただけ、出るだけすごいんで。そう。出る人がね、いないからね。そう、全然全然。楽しいですよ、ほんと。まあ、ぜひぜひ今日、はい。はい、よろしくお願いします。すぐね、子供たちと一緒なんで。あ、全然、はい。レッスンみたいな感じになりますけど。あ、全然大丈夫です。全然一緒に。はい、適当に。はい、よろしくお願いします。お願いします。え、それテックボールの専用ボールですか？そうなんですよ。そう、ちょっと蹴ってみてください。取ります？すごい。そう、初テックボール、ボールを、トミーが蹴ります。すごい。あ、そう、5号機ですね。そう、普通の、はい、大きさなんですけど。でもなんか縫い目が珍しいですね。なんか三角形と、なんて言うんですかね、台形みたいな。はいはいはい。初めて聞いた。そうなんです。サッカーボールは大体五角形と六角形でできてるので、ちょっと軽いんですかね、サッカーボール。そうですね。そう、ちょっと軽い感じで。多分空気圧。じゃあ早速やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。あ、これ転がすの？なるほどなるほど。めっちゃ重いっすよ。僕テックボールやりたくて調べちゃいました。88万しますこれ。あ、あのね、普通にあの正規でこういうやばいですね。竹上さんすごい。ちょっとこのあの一人で持ってもらっていいですか？どんぐらい重たいか。あの持つっていうか、お、上げてみて軽いか重たいか。あ、重った。マジっすか。はい。こんな重いんすか。重いっす。普通一人じゃ持てないですね、全然。二人でも持てないわ、これ。そうです。こんな重いんですね、台。正解は、卓球とサッカーをかけたテックボールでした。はい。さて、これからね、やっていきます。インサイドがむずいっすやっぱ。インサイドのなんか力加減が、はいはいはい、結構
杖つけると向こう側見えないから、うんうんうん、落ちちゃいますね。確かに。しかも曲がってるっていうか、はいはいはい、そう、ちょっとやりにくさはあるんですけど、めっちゃ外側に来ると加速しますもんね、ボール。そうですそんな伸びるみたいな。そうそう、雨の日の人工芝並みに伸びていきません。それが一番難しい。おーやばい。おどうしても俺足がもう うまいこれ取んなくちゃいけないの。そうそうもう全然いけるじゃん。ちょっと面倒ちょっとやってみます。ちょっとね、もう高いね。そうですね。そう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 。いいし、いいし。なるほど。そうすると、ディフェンスのバランスがちょっといった。そうですね。関西で関西リーグで2位。倒したら関西リーグ1位。そう。倒したら関西リーグ1位。同じ場所でもいい。いいですいいです、もう全然回数も気にしないで、とりあえず返して。あー、ホールド。ワン。おお。惜しい。1-0。おお、うまい。おお、うまい。えい。いや、うまかった、うまかった。うまい。初めてこれができない。ももも、うまい。ベッド、うまい。おお、おお、返してます。やばい。おい、きれい、きれい。おお、ヘディング、うまい。3対0。すごい、すごい、すごい。はい、じゃあ今回は2人。